ジョー・フリンはアメリカ合衆国の俳優、コメディアンである。1924年、オハイオ州、ヤングスタウンに生まれる。地元の高校を卒業後はインディアナ州の大学へ進学。第二次世界大戦が始まると、3年間アメリカ軍の医療隊での勤務を経て、南カリフォルニア大学へ編入して政治学を専攻した。オハイオ州へ戻り、 政治家を目指すもうまくいかず、その代わりに舞台などへ立った経験を活かして、小ビジネスの世界へ入った。舞台でキャリアをスタートさせ、様々な演目へ出演。1948年に映画、ベイブ・ルース物語でプロデビューも果たした。本格的に活動を開始し、1950年代もコンスタントに出演作を増やし続ける。1962年から、 放映開始されたアメリカ海兵隊らにフォーカスを当てたコメディドラマシリーズマク・ヘール・エスネービーへメインキャストとして出演したことで人気を博しコメディ俳優としての格好たる地位を築き上げたその後は1974年に死去するまでに様々な作品へ出演して印象を残している1955年にシャーリー・ハスカンという女性と結婚し 二人の間には二人の子供が生まれた。1974年に、不倫が死去するまで、二人の夫婦関係は続いた。1974年、カリフォルニア州ロサンゼルスにあるビバリーヒルズの自宅のプールで死去。もともと心臓発作の兆候もあったことで、事故による推死と判断された。ありがとうございます。